中年オタッキーです。とても仕事が忙しくてね、仕事中にちょっと動画作ることできなかったんで、今日も仕事が終わったんで、今ね、会社の車庫で撮影してます。もう周りの社員はね、みんな帰っちゃっていないんでね、もうどうでもいいんですけど。今日はこのカメラで撮影してきました。はい。EOS 1N ですね。いつもね、これ EOS 1N に、この、小三元レンズね、EF2470F4LISUSM。これ、バージョンが前のやつだな、多分。一個前のやつになるんですけど。で、いただき物のフィルムで撮ってきました。ロモグラフィーのカラーネガ100で撮ってきました。結構ね、エモい写真が撮れるって評判みたいで、人気が高いフィルムになってますね。それではここからは動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回使用したね、ロモグラフィーの100、いただき物なんですけどね、実はね、ちょっと誰からいただいたのか、うろ覚えです。すみません。多分なんですけど、ヤフーコング別名桃色山梨様からいただいたと思うんですけどね、かなり前ね、開封動画って、最近はね、いただき物をするとね、必ず開封動画っていうのを作るんですよ。まあ、備忘録としてね、作ってるんですね。結局ね。最初の頃はそれをやってなかったんで、わからなくなったと。まあ、そういうわけで、おたき、実は結構記憶力とかが希薄でね、専門的なことは結構覚えるんですけどね、ちょっとしたことは覚えれないっていうね、能力のちょっと低い部分がある、んですが、それでちょっとわかんなくなってしまう。多分そうだと思うんですけどね。で、いただき物のフィルムでね、2年ぐらい前にいただいて、で、カラーネガーをね、使うチャンスがなかなかなくてね、今に至るって感じなんですね。で、ロモグラフィーの100なんですけども、価格的にはね、ロモグラフィーのオンラインショップでね、3本パックが2980円で売られているんです。まあ、1本1000円ぐらいということを考えると、まあ、36枚撮りね。36枚撮り1本1000円ぐらいと考えると、まあ、富士の100と同じぐらいなのかなという、価格設定にはなっておりますね。もっと安いお店があるかもしれませんけど、ちょっとその辺は定かではないです。1本売りってないのかな、これ。ロモグラフィーのサイトでは3本パックになってました。で、調子がね、ちょっと変わった色が出るとかね、いろんな話をね、ちらほら聞くんですがね、果たしてどんな調子なのか、僕もね、使ったこと全くなくて、まあ、カラーネガーを基本的にあんまり使わないんで、この動画を始めた時はね、そのモノクロの自家現像をやってなかったんで、そこそこ使ってましたけど、もうモノクロの自家現像を始めてから、もともとモノクロ好きということもあって、モノクロばっかりになってたんで、最近はもうほぼモノクロ専門のチャンネルになってましたよね。で、以前はね、そのカラー写真をもっとやれっていうね、要望も来たんですけどね、モノクロが好きだからやんねえぞみたいな感じでね、今までの流れになってたんですが、で、久々でね、カラーネガ、ロモグラフィーの100で撮ってきました。前回撮った時はあれだったかな、エクター100だったかな、あれもいただき物だったんですけどね。でね、ロモグラフィーなんですけどね、まあ、その、作例をちょっと紹介する前に、ちょっと注意が必要ということでね、これね、北村のナルト店の店長さんからチラッと聞いたんですけど、結構ね、扱いが難しいフィルムだそうです。乳剤がね、とっても柔らかいらしいんですね。で、コダックとか富士に比べると柔らかくて、で、もしかしたら傷入れちゃうかもしれん、ごめんって、もし入っちゃったらごめんみたいな感じのことを言われました。まあ、結果的に傷入ってなかったんですけどね。普通の処理で現像するとね、乳剤面に傷がつくことがあるらしいです。まあ、ここはちょっと覚悟の上で使っていただくことになると思いますね。個性的な結構フィルムになっていくと思います。まあ、値段はね、そんなにね、シャッチョクバルほど高くないんでね、個性的とはいえ、まあ、普通に使えるフィルムにはなっていくと思うんですけどね。ではね、ここからはね、この EOS 1N にね、EF2470F4LISUSM、L レンズですね。L レンズは特徴としてはね、色がよく出るっていうことなんですけど、最近ね、その、オタッキーの動画でカラーネガフィルムの紹介をするときは大体このレンズで撮影してるんでね。まあ揃えた形になりますね。まあ揃えたっつってもね、前回のエクター100がもう随分前なんで、揃える意味があんまりないような気もしますが。そんなわけで、ここからはね、ちょっと作例を紹介していこうと思います。
はい、作例なんですけどね、まあ色が見えてない、色盲のオタッキーがカラーネガフィルムのね評価をしてもまあどうかなと思うんですが、まずちょっとびっくりしたのがね、結構流浄感が出るみたいです。100にしてはねかなり流浄感が出ると思います。でこの普通のところの色はねちょっとコダック系かなと思ったらね、青が支配されることが結構あるんですよ。これが特にそうなんですけど、もう空の青がね、地面の方まで全部かぶっちゃって真っ青みたいな感じ。でもね、被らない時は被らないんですよね。これはちょっと逆光なので、これも逆光ですね。逆光の時はちょっと関係がなくなるのかなっていう感じもしますがね。こちらも逆光ですね。コントラストはね、高くはないかなっていう感じのフィルムになります。で、もうちょっとね、その雪のね、凸凹が出るかと思ったら結構飛んじゃってて、まあ、ハイライト側のラチチュードはもしかしたら低いのかなと。で、このね、影の部分を見たらわかるんですけど、シャドウ部分のラチチュードはそこそこに出てると思います。この写真なんかまた青かぶりしてますよね。で、これはね、ちょっと早い時間、明け方っていうか、明け方ではないんですけど、まあ、色的にはね、その、赤かぶる色っていうのはそこまで伸びないようにも見えますね。で、赤の発色はね、真っ赤の被写体がちょっとなかったんですけども、結構彩度高めに出てるんじゃないかと。この写真でもね、シャドウ部の、階調は比較的出やすいフィルムに、見受けられますね。これ最後の2枚は東京に行った時のね、スコープドック撮影会の一部なんですが、まあこのフィルムね、色的にはちょっとね、変わった色が出やすいと。まあ忠実再現とは言い難い。でもね、普通に写った時はちょっとコダック系の色にも見えるかなと。ちょっと温かみが出るのかなっていう。特にね、その、フェンスにね、葉っぱが、その茂ってた写真あたりを見ると、なんかコダックっぽいなっていう色にも見えましたね。まあ、あまり色が見えてないオタッキーがね、言ってるんで、まあどうかなっていう部分もあるんですけど、そんなわけでね、その使う場面で言うと結構ね、変わった写真を撮りたい。変わった色の写真を撮りたいっていう人にはかなりおすすめなのかもしれません。まあ普段使いでもいいと言えばいいんでしょうけどね。今回人物の撮影はしてないんですが、人物の肌色は結構いい感じの色に出るという、話も聞きました。まあ木が映ってる部分ね、ベンチとかその柱とかの木が映ってる部分でちょっと茶色の部分の色を見る限りでは、その茶色系の色はね、かなりいい感じに出ているとは思いましたね。その赤にもよらず青にもよらず、ナチュラルな色にはなってたと思います。ただもう本当にね、空の色が全部被ってたのがちょっとびっくりしましたね。かなりね、得意な色を出すフィルムと思います。まあエモい絵が出やすいとね言われるの、ゆえんはまあこの辺なのかなと思いますが、これ結構好き嫌い分かれるとは思いますね。ここまで青くなってもらってもなっていう人もいるとは思うんですけど、まあそういうのが狙いっていうんであれば、いいんじゃないかなと思いますね。で、ロモグラフィーのサイトではその日光がね、出ている光がたっぷりある時に撮っていただきたいってね、書いてあるんですけど、カラーネガフィルムは基本的にその光がたっぷり ある場面で進化を発揮するので、まあごく至極当たり前のこと書いてあるなとは思ったんですけどね、青かぶりするのが嫌って人はちょっと注意が必要になりますね。フィルターとかかけた方がいいかもしれません。でね、今回はね PL フィルター使わなかったんでね、コントラスト的にはイマイチだったんですけど、 PL フィルターをね使ったらまた変わってくるのかなと思いました。チャンスがあればね、そういうのもやってみようかなと思いますね。ロモグラフィーのねカラーネガ、そんなに値段は高くないんで、まあ高くないっつっても1本1000円なんですが、コダックのねカラープラスとかゴールドがもうだんだん値上げになって、まあ、肩を並べてしまったので、まあどっちでもいいかなっていう感じになりますね。今現状でね、入手できるカラーの100っていうのは、もうロモグラフィーの100、コダックプロイメージ100、エクタ100で、フジーの100、こんなもんになっちゃったのか。えらいことになってますね。カラーネガの品種が、もうたったこんだけになってるのか。で、ロモグラフィーの100なんですけど、ロモグラフィーが作ってないという噂です。まあ、あくまで噂の息を抜けませんが、中身はコダックで製造しているんじゃないかということですね。
で、コダックっぽいね、色の写真も出ましたが、違う調子、結構違う調子にも出てるので、おそらくはコダックで、ロムグラフィンのレシピで製造しているんじゃないかなっていう、まあ、完全に憶測になりますが、そういうパターンじゃないかなとは思います。これ本当にね、詳しいことをご存知の方、もし、あれでしたらね、コメント欄にコメントいただければと思います。もう本当に噂ぐらいしか流れてこないんで、どこで作ってるとかはわかんないんでね。まあ、そんな感じでね、今日の、ロモグラフィーのフィルムテストでした。もう最近ね、フィルムテストばっかりになってますけど、まあ、たまにはね、カラーのフィルム、カラーフィルムということで。でね、次回なんですが、まあそんなわけでね、今日の、動画はこんな感じ。まあここからはね、作品投稿のコーナーになってまいります。作品投稿のコーナー、今日のトップバッターは LP500S さんですね。おたけさんこんばんは、お疲れ様です。毎回動画楽しみにしております。去年紅葉を撮りに行った時の写真です。良い感じに色が出ていると思います。カメラローライ35、フィルムフジカラープレミアム400、撮影場所高知県竹林寺になります。よろしくお願いしますということなんですけど、まあ、作品なんですけどもね、これ高知県に五重塔があるの僕知らなかったということ。もうこれ絵に描いたような構図です。非常に素晴らしい写真になっております。いやもうこの紅葉の赤とね、五重塔の赤が非常に合っていますね。富士カラープレミアム400というカラーネガということですが、シャドウ部分のね、ディテールもしっかり出ておりまして、いい感じに写っておりますね。もうこれ絵はがきになってもおかしくないような写真になっていると思います。 LP500S さんありがとうございます。次は健一さんですね。組写真になりますね。中年オタッキーさん、はじめまして。昨年末、某オフハウスにて、オリンパストリップ35、1100円にて入手。年明けに試し撮りしたところ、噂にたがわず素晴らしいカメラでした。共同のガタつきや自動露出の不安定感もあるものの、これからは常にそばに置いておきたいと思いました。組写真のタイトルは、初詣です。当方、昨年春、35年ぶりに実家にいて、高校時代、使っていた、オリンパス OM10 を発掘したんか。以来フィルムカメラにリバイバルしてしまいました。中年オタッキーさんの動画を参考にリサイクルショップ巡りをしています。よろしくお願いします、ということでね、作例なんですけどね、やはりこれバリバリの解像度。いやこれオリンパス3でトリップ35ね、悪いカメラっていう人はほんと一人もいないんですよね。ただ目測カメラということで撮るのはちょっと技術が必要になりますが、3枚ともね、光もたっぷりあってね、露出もバッチリですね。露出が不安定ということですが、綺麗に合っていると思います。ケンイチさんありがとうございます。次がね、次は草井光子さんのね、作品ですね。お仕事お疲れ様です。アリスタエデュウルトラ400の長巻きを B&H フォトで買ってから何度もテスト現像を繰り返し、ようやくゲンムラが目立たないくらいに感が戻ってきたので、モノクロ写真3枚送らせていただきます。よろしくお願いします。タイトル、近所のダイソーに行く途中の公園にて、2022年1月23日撮影、ニコマート EL AI ニッコール4386、使用現像液コダック D23 50%、24度10分、定着液は同じくコダックの TF2 アルカリ処方で行っております。使用スキャナーエプソン GTX900、 フォトショップを使用しトーカーブをいじっています。ネガの濃度は2号因果紙に焼けばちょうど良い程度の濃さになりました。3号因果紙に焼くにはちょっと現像型な感じです。なお使用した D23 はコダックの難聴現像処方ですが、ミクロファインと同じメトール単薬処方でもありますので、富士のミクロファインを使う方が誰でも手軽に難聴に仕上げることができるかもしれませんね。定着液を TF2 アルカリ処方に変えてからは現像プレセスに酢酸を一切使用しないので、酸っぱい匂いがしなくて超快適です。アルカリ定着液一度使えばやめられなくなるので超おすすめ。それでは、時節柄大変な時期ではありますが、お体気をつけてこれからも動画投稿頑張ってください。陰ながら応援しております、ということでありがとうございます。で、作品なんですがね、これすごいですね。これ400回はって感じで、でね、柔らかい、かなり柔らかい調子に上がっておりますね。コントラスト随分抑えた。これね、もうクロート好みがね、もうブンブンするという匂いがする、作
品になってますね。D23 っていう現像機はね、もう僕は見たこともないんですが、ちょっと使ってみたくなりましたが、ミクロファインでもね、同様の効果が期待できるということあって、ミクロファインも使ってみようかな。実はね、アリスタエリウルトラ400ね、現像機もいろいろ試そうとは思ってて、その中にね、ミクロファインもね、候補に入ってるんですね。ミクロファインちょっと持ってるんで、以前いただきましたんでね。でね、このように柔らかい調子、しかもこれね、かなり快調も出てますんで、現像液でここまで変わんのかよという感じではありますね。で、アルカリ定着なんですが、オタッキーはね、酢酸の匂いなんとも思わないのでね、当分は多分たくさん買ってあるのもあって、当分はね、酢酸で停止して、通常のね、スーパーフジフィックスでね、定着しようとは思ってるんですけども、まあ家族からはね、酸っぱいってね、牧場は言われてるんですけど、まあ知るかって知るかって感じなんですけどね。草光子さん、ありがとうございます。これからも投稿お願いしますね。これぜひ参考にさせていただこうと思います。はい、ありがとうございます。次はケンタロウさんの作品ですね。おたきさん、こんにちは。ケンタロウです。フィルムカメラで雪景色に初挑戦しました。ビギナーにもかかわらず体内露出系、まだ貧弱だけどで挑戦しました。カメラはライカ M3 にズミクロン 50mm、 フィルムはニューシーガル400を使用。これを撮るのにはちょっと工夫がいりました。ウエストあたりにカメラをぶら下げてセルフタイマーを使って手放ししました。フィルムカメラ存続のため今年も撮って買っていきたいと思います、ということで、作品なんですけどね、これは面白いね。現在、タイトル画面にしてるのちょっとね被るんですが、これタイトル画面にしようと思います。セルフタイマーでね、ストラップをつけてセルフタイマーで、これ完全に、巻いためくら撮りですよね。ファインダーを覗いてない、それでここまで撮れたということで、敬意を表しまして、これタイトル画面にさせていただこうと思います。ケンタロウさん、本当に面白い写真です。ありがとうございます。次の投稿がね、マサさんの投稿ですね。タイトルはレトロ喫茶、カメラオリンパストリップ35、またトリップ35だ。富士カラー100、お疲れ様です。マサです。2回目の投稿です。大阪にある、今はもう閉店してしまっている喫茶店です。この前には路面電車も走っていて、なかなか風情のあるあたりだったんですが、道路も付近も綺麗に整備されて、当時の面影もだんだん感じられなくなってきました。寂しいですね、ってことで、過去写真になるみたいですね。で、作例なんですけども、これほんと懐かしいで、ね、このね、ショーケースにね、模型が入ってるのが非常に懐かしい。落書きがされてあるのもね、まあ下町の風情という一部分には捉えられてますね。まあ半壊電車かな、路面電車で、もしかしたら半壊電車、大阪のね、ちょっと南の方になると思います。ちょっとね、治安が悪い地域、まあ、僕もね、大阪のこと結構よく知ってるんですが、治安が悪い地域になるかもしれませんがね、もうこういうね、風情のある喫茶店とかね、徐々に消えていっていくのは残念とは思いますが、徳島県にはまだまだございますので、風情のある喫茶店がお好みの方はぜひ徳島県に田舎なだけなんですけどね。そんなわけでね、今日の、ね、作品投稿はここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はチュカメさんかな、の俺のカメラです。おたけさん、お疲れ様です。チュカメです。今回は、俺のカメラコーナーにオリンパスペン EE を投稿します。写真のカメラは私の父が若い頃に新品購入したカメラそのもので、一緒に写っているのが純正の革ケース。今は別のカメラにつけていますが、ストラップもちゃんと残ってます。私が子供の頃には、父や母にこのペンで写真を撮ってもらい、中学の頃に父から譲りを受けてからは、今度は私がいろいろなところに連れ出して写真を撮った。とても思い出深い、いわばマイファーストカメラです。しかし1998年頃に初めてデジカメを買ってから使用頻度がめっきり減り、ここ十数年間はたまに引き出しから取り出してカラシャッターを切るぐらいで撮影に使うことはありませんでした。でも最近になってフィルムカメラにはまったことをきっかけに、もう一度撮影に使ってみたところ、赤ベロもちゃんと出て昔通りに撮影できました。古い民家の写真がその時のもので、フィルムはアリスタエデュ200を使い、 D76 現役20度6分で現像しました。このカメラを与えてくれた父は、
私が23歳の時に54歳で亡くなったんですが、今その54歳になった私が半世紀も前に父が買ったカメラで写真を撮っている、なんだか感慨深いです。デジタルカメラではこんなことありえないですよね。ちなみにペンと一緒に写っているプリントの写真の人物は30数年前にこのカメラで友人に撮ってもらった私自身です。この頃から30キロ以上と、まあもう一人担いでるぐらいの状況ですけどね。でね、その当時の写真とその、50年、半世紀を過ぎてなお活躍しているオリンパスペン。本当にデジタルカメラでは絶対ありえないことですね。50年持つデジタルカメラがどっかに存在したら教えてほしいってこと。本当にスリムですが。で、コレクションがずらずらっと来ておりますがね、もうずっぽりハマってますんでね。まあ、オタッキーのね、チャンネルを見に来る人はね、もうそういう人なんですけどね。で、3枚目のね、作例なんですけどね、これ、アリスタエリュー200、まあ、粒子のね、フィルムになるんですけどね、やはり粒状感ね、少ないですね。ハーフカメラにしては、まあ、粒状感少なめだと思います。はい、ちかめさん、ありがとうございます。今日のね、俺のカメラはここまで。ここからは、やったやっちまったのコーナーになってまいります。はい、やったやっちまったコーナー、今日は LP500S さんからの投稿ですね。どっちだろう。おたっきーさん、いつも動画楽しみにしてます。今回やったやっちまったコーナーに投稿します。やったーです。やったーなんですね。前から気になっていたペトリ V6 を北村のジャンクコーナーでレンズ付き備品動作品を1200円で手に入れました。シャッターボタンの位置がお気に入りです。またまだフィルムは装填していないですが撮影が楽しみです。このカメラは良いカメラでしょうか。別アングルからの画像もあります。よろしくお願いします。でね、良いカメラかどうかというと微妙は微妙なんですね。なぜかと言ったら、オタッキーが分かってないからなんですね。オタッキーはね、ペトリのね、一眼レフカメラ3台あるんですけど、3台とも壊れてしまいました。動くようにしてたんだけどな。2台はリボン切れで、1台は、シャッターメカトラブルか何かで巻き上げができなくなってます。で、分解して直そうと思うんですが、かなりね、分解してメンテナンスするのペトリはね、難しいという話なんでね、せいぜい中油に留めるぐらいがいいと思うんですよ。で、多分分解してもオタッキーには直せないと思います。そんなわけでね、ペトリの一眼レフ、もう、作例を作る前に全滅してしまって、お手上げ状態になってます。まあ、デラウマさんからいただいたのもね、リボンが切れちゃったんで、いや、お手上げなんですけど、リボンよく切れるの、ペトリの。よくわかんないですけど、まあ、そんなわけでね、トークありがとうございました。今日の動画は終わっていきます。いかがだったでしょうか。で、フィルムテストばかりになってます。まあ、次の動画もね、アリスタエデュー100と T-MAX 100の、まあ、比較になっていくんですよね。カメラもレンズも違うんで、まあ、比較というにはちょっと弱いかもしれないんですけどね、T-MAX 100に L レンズと、アリスタエデュー100に普及型のね、ニコンのレンズ、ズームレンズ、まあ、どのぐらいの差が出るのかっていうのもね、やっていこうと思いますので、こうご期待ということですね。はい、じゃあ次の動画はまたお待ちください。高評価、コメントの方ね、どしどし、募集しております。高評価の方はもうポチッと押すだけなんでね、コメントの方はね、全部返すつもりで返しておりますが、見落としたりね、追いつかなかったりすることが多くなっております。まあ、気長にお待ちください。もしかしたらね、見落として返信返ってこないかもしれないですけど、もうとにかくね、頑張って返していこうと思っています。で、チャンネル登録の方ね、ようやく4880名を突破。ツイッターのね、フォロワーさんもね、1000人を軽く突破していっております。どこまで頑張れるかというところなんですけどね、行き着くところまで行こうと思ってますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録して動画をお待ちください。ライブもしょっちゅうやってますんでね、リマインダーをオンで、お願いいたします。それでは今日の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。